ニュージーランド南東ダニーデンのメリディアンモールの壁面の上部には2つのアンカーストア、ケーマートニュージーランドとアーサーバーネットのロゴタイプが掲げられている。アンカーストアはショッピングセンターやショッピングモールにおいて集客の中核となる最も大規模な小売店舗のことであり、通常は百貨店が主な小売チェーンの大規模店舗である。ただし場合によっては、 飲食店や娯楽施設がアンカーストアとされることもある。同様の意味で用いられる表現としては、アンカーテナント、キーテナント、メインテナント、マグネットストアなどがあり、英語ではドローテナントとも言う。日本語のアンカーテン各店舗、各テナントも同義とされる。また文脈によっては単にアンカーと称することもある。これとは別に、ショッピングセンターとは無関係に、 多数の店舗を展開するチェーンにおいて比較的少数の特に重要な店舗をアンカーストア、アンカー店と称することがある。ショッピングセンターがいち早く20世紀半ばから発達したアメリカ合衆国では20世紀末の段階でショッピングセンターの中核となるアンカーストアの有無や地元資本ではなく全国的なチェーンがアンカーストアとして出店するか否かが ショッピングセンターの経営を左右すると考えられるようになっていた。アンカーストアは当初はシアーズローバックに代表される百貨店であったが百貨店業態の衰退とともに他の大型店舗をアンカーストアに据える動きも出てきている。魅力的なアンカーストアの出店はショッピングセンターの成功を左右するためデベロッパーは アンカーストアに対して他のテナントよりも有利な出店条件を提示することが一般的であるとされる。また他の比較的小規模なテナントは特定のアンカーストアが撤退した場合に応じた内容を契約に盛り込むことを求めることがしばしばある。大規模なショッピングセンターの場合にはアンカーストアが複数置かれることもあり、二つのアンカーストアがある場合は 施設の両端に配置されることがよくある。1992年に開業した世界最大級の規模を持つモール・オブ・アメリカは四角形に近い巨大な施設の四隅にシアーズ、ノードストローム、メーシーズ、ブルーミングデールズと4つの百貨店をアンカーストアとして配置していたが、このうちブルーミングデールズは2012年に撤退した。このように、 もともと複数のアンカーストアを廃していたショッピングセンターの中にはその一部が撤退した状態で営業を継続している例も増えている。アメリカ合衆国などにおいてアンカーストアとされることがよくある例としては百貨店であるシアーズ、メイシーズ、ノードストローム、フォン、マウアー、J.C. ペニー、ロードテイラー、ニーマン・マーカス、サックス・フィフス・アベニュー、ヤン・カース、 コールズ、バーグナーズ、ディラーズ、カーソンズ、ハーバーガーズ、エルダービアマン、ボストンストア、ベルク、ブルーミングゲールズ、ザ、ボントンや、スポーツ用品などを扱うディックススポーティンググッズ、バスプロショップスなどがある。かつて存在した同様の例としては、百貨店では、モンゴメリーワード、マービンズ、イートンズ、ラザルス、ホーリーズ、マーシャルフィールズ、エ、靴、パリジャン、 ザンガーハリスなどがあり、スポーツ用品店では、キャリアンズがある。日本では、ショッピングセンターの規模によって、アンカーストアの業態も異なるものとされており、最も小規模なネイバーフッドショッピングセンターでは、スーパーマーケットやドラッグストア、これより一大会規模が大きい、コミュニティショッピングセンターでは、ディスカウントストア、ゼネラルマーチャンダイズストアなどが、アンカーストアとなり、さらに大きいリージョナルショッ ショッピングセンター以上の規模となると百貨店や大型専門店がこれに加わるとされる。アンカーストア、アンカー店はショッピングセンターとは無関係に多数の店舗を展開するチェーンにおいて比較的少数の特に重要な店舗を指す表現として用いられることがある。ありがとうございます。